行きましょう、レッツゴー。さあ先制点は東京トリプルスリーですね。ここで小池選手の新規参入のお二人と、そうですね、どんな化学反応が、そういった意味ではね、まだまだその新しい選手は可能性が秘めてますからね。そう、選手にボールを渡すところからスタートしましたが、はい、この 3x3 ではそのチェックボールという今ボールを持っています。この石黒選手、現代的なバスケの動き方をするという風な、ね、コメントを、滑りますからね、汗がついてしまうと。さあ小池真理子決めて18点目。これは素晴らしいショットですね。はい、オーライ、ナッショー。小池真理子、このパスは読んでいる。小池が抜け出す、ワンポイント。いや、イズボールだが、ここは小池が読んでいる。小池真理子狙っていく。非常にこの小池がシュート回数、チャンスをメイクして自分で決めて、このルールもね、ちょっと変わっているので、はい、そのあたりもシチュエーションごとにご説明できたらと。生かしたパスからの小池、これが去年もかなりの得意、足丈から小池。さあこの得意とするシュート、小池が18点目。トリプルスリーズキックアウト、小池が2ポイントはここは決めました。逆転5対4。さあそして自分で決めた小池、8対9。さあ決めて同点になる。